今流行しているデルタ株が非常に強い感染力があると。従来よりも対策のレベルを上げなければいけない。今月4日こう訴えた鳥取県の平井知事。中国知事会は県境をまたぐ帰省や旅行などを原則中止や延期とするようメッセージを発信しました。こうした中迎える2度目のお盆。例年であればこの時期旅行客や帰省客でいっぱいになる旅館ですが、今年のお盆休み一体どんな状況なんでしょうか。海水浴場そばのこちらの旅館、例年お盆休みのこの時期は予約でいっぱいになるといいますが、例年の5割から6割ぐらいしか予約が入ってませんね。やはり今年はコロナ禍ということで、帰省をやめられる方ですとか旅行を控える方も多いので、そういった予約状況になってます。不要不急の外出を控えるよう呼びかけている鳥取県。影響は飲食店にも。まだまだ例年に比べて少ない状況ですね。米子駅前のこちらの飲食店、時短要請は明けたものの、お盆の予約状況は、やっぱり普段だと県内県外合わせて割ともう予約で 7,8 割は埋まってるんですけど、今もう本当1割2割程度ですね。外出自粛ムードが広がる一方で人気なのが、そう、夏の風物詩花火です。夜の海水浴場を訪れると海岸にはたくさんの人が、夏の思い出を作ろうと花火を楽しんでいました。夏の楽しみを少しでもしようかなと思って。県外行くのとか外出するのとか控えてます。控えてます。なのでちょっと身近で花火をしようかなと思って。この日1時間ほどで出会ったグループは10組以上。その人気ぶりがうかがえます。そしてコロナ禍の中人気なのがもう一つ、去年より 20% も売れ行きを伸ばしているのがお家を楽しむグッズです。あと花火館にこういったプールが、よく商品として売れております。とはいえ今年はさらに大雨も重なり、さらなる我慢のお盆休みとなりそうです。